はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。毎週日曜に投稿しているゲームニュースで取り上げられなかったゲーム業界の話題を拾って紹介するゲームニュース動画でございます。はい、ではまず最初の話題ですが、タルコフってみんな知ってますか？そちらの話題なんですけれども、2017年からクローズベータが行われている FPS 作品で、かなりねこれ人気なんですよね。去年年末の魔物として出たかの有名な作品デイビフォーの元ネタとなったことでも知られている作品なんですが、そんなタルコフが結構な勢いで炎上しております。理由としては、新たに最上位版のエディションを発表し、その値段が驚異の39,000円とかいうぶっ飛んだ値段で、それを買えば PVE コープモードへのアクセス券や今後のダウンロードコンテンツの無料アクセス券、スタッシュやポケット拡張などの特典を手に入れることができるんですけど、これね、もともと最上位版を持っていた人たちからすると憤慨者のようで、さらにその声に対する公式の返答も舐めてるっていうことでね、かなり荒れたんですね。人気作品がゆえに起こりうるこういった商法は今後も出てきそうなので取り上げさせていただきます。お次にスクエニのキンハーについての話題。キングダムハーツ3が発売された2020年1月23日から早い4年、発売された翌年ぐらいに続編を思わせるような映像が発表され、一時盛り上がりましたが、あれ以降続報がありませんよね。しかし先日キンハー4に関する情報が上がり、なんと来年に発売される可能性が高いと言われています。詳しく見ていきましょう。お次はソニーの話。先日ゲームニュースでも取り上げたんですけど、ソニーさん最近ゲームに関する特許取りまくってんのよね。先日では AI を利用したオートプレイ特許の取得について取り上げたんですが、今回は感情を読み取ることでゲーム内の嫌がらせを防ぐという謎すぎる特許を、取得しております。 PS6 が27年から28年と噂されている状況で、こういった動きがあるということは PS6 にこれらの機能が搭載される可能性があるかもしれない。詳しく見ていきましょう。その流れでスイッチの話もありましてね、またもやリークが来ました。どうやらドックが 4K で動いて、コントローラーの情報も詳細に出てきたので詳しく紹介します。で、次はハンターハンターのゲームの話題。ちょっと前に格ゲーとして発売されることが発表されたハンターハンター年インパクト。発表当初はその低クオリティな映像に残念な気持ちを抑えきれませんでしたが、つい先日実際のゲーム映像も出まして、その映像もまあって感じやから、私自身ハンターハンターファンなんで、皆さんの意見を交えていろいろ見たいと思います。ではゲームニュース行ってみましょう。大人気 FPS ゲームのタルコフが炎上してしまっています。2017年からクローズベータが開始されているタルコフ、国内外で絶大な人気を誇り、数々の作品に影響を与えている作品としてでも有名ですが、そんなタルコフが炎上しております。しかしながら本作割とまあ定期的にっちゅったらあれかもしれんけど、たまに炎上はしてるイメージで、前回2023年不正なデータマイニングに関する公式声明を発表し、データマイニングの禁止やデータマイニングで得た情報共有の禁止、この発表時点から違反した個人アカウントに対しバンを含めた処置を行っていくといった内容でね、まあいろいろ批判されたみたいなこともあるんよ。これに関しては割とまあしゃあないかなと思うところではあるんですけれども、今回の炎上はかなり運営に問題があるということで、まともに批判されております。それがですね、エディション高すぎてユーザー舐めすぎ問題です。今回その元凶となったのが、新たな最上位版ザ・アンハードエディションの発表。こちら日本円にしてですね、約39,000円というあまり例を見ない値段になっております。ゲーム1本に40,000円近く払うとか、ちょっとぶっ飛んでると皆さんね思うかもしれないんですけど、これ今ね日本円安なんで39,000円というレートになっちゃってるんですけど、まあ、あっちからすると28,000円とかになるんかな。それでも34,000円は高すぎるでしょうと、こんな40,000円もするんだからいろいろ入ってるんでしょと思われた方に説明しますと、内容物としてはですね、ゲーム本編に加え製品版の先行ダウンロード、 PVE コープモードへのアクセス券や今後と現状全てのダウンロードコンテンツの無料アクセス券、スタッシュやポケット拡張などが収録されております。まあまあまあ、好きなゲームならギリ許せる範囲の内容なのかなとは思います。仮にさ、私の場合バリーガーデンがこれからさらにダウンロードコンテンツ増やしていって、さらにキャラクター10体くらい追加しますんで、 HH 衣装に HH モードボリュームとしては200時間くらいになります、これを30,000円で売りますって言われたらまあ払うけど、でもちょっと渋りはするよね。さらに本作ですね、実はまだ正式版とかではなくベータなんですよね。で、2017年からクローズベータやってて、今言ったら7年ベータテストやってると。海外じゃこういうのまあ多かったりはするんやけど、そのベータテスト段階で製品版でもないやつが突然強気の福袋セットみたいな用意し始めたら、そりゃ炎上するでしょうと。それよりやることあるやんみたいなね。で、これ値段が高いっていうのでも言われてたりはするんですけれども、何より問題なのが、このエディションが出る前に最上位エディションを買っていた人がないがしろにされてるってとこなんですね。というのも、今回出たエディションの前にも Edge of Darkness Limited Edition というエディションが発売されておりまして、そこには今回と同じく全てのダウンロードコンテンツをアクセスできる券は入っていたものの、今回で追加されるゲーム本編のワイプ
イプによって進捗がリセットされない PVE コープモードへのアクセス権っていうのが入ってなかったんですよね。タルクフやってる人からするとこれ割と欲しい機能なんやけど、これダウンロードコンテンツとしてではなく1個の新機能として今回追加しているから、前回までの最上位版を買っている人はこの機能もらえないというわけなんですね。つまりこれまた欲しかったら4万円近くするやつをまた買わなくちゃならないと、ということでブチ切れてるわけですね。一部コメントを見てみましょう。ということは私が2016年に将来のダウンロードコンテンツを無料で提供してくれるという約束を引っ換えに、あなたの新しいプロジェクトをサポートすることを期待して Edge of Darkness を購入したとき、それは単なる嘘だったのでしょうか。爆笑、なんでわざわざ COD を手に入れたんだろう。将来全てのダウンロードコンテンツを約束して EOD を購入した人は全員詐欺にあったのですか。数年後によりいいバージョンをリリースするというのは全ての EOD 所有者にとっての顔面への平手打ちだと思います。全ての EOD 所有者は自動的にこのバージョンにアクセスできるようになります。私たちはあなたの最大のサポーターです。敬意を示してください。これがダウンロードコンテンツではないのはなぜですか、という感じで、これをダウンロードコンテンツにしないのはなぜなのかという声が多数。その後公式がディスコードにてこの件について言及したことで、さらに火に油を注ぐ形となりました。これはダウンロードコンテンツではありません。ザ・アンハードエディションのユニークな機能の一つです。ダウンロードコンテンツとは追加のダウンロードコンテンツを意味します。 PVE は一つの機能であり一つのゲームモードです。皆さんがダウンロードコンテンツになることを望んでいるからといってダウンロードコンテンツになるわけではありません。この PVE は新エディションにおける注目のゲームモードです、ということでめっちゃ対抗的に発言してこれで炎上しました。いやもうこれはちょっとね、もうしゃあないよね。アトラスもスクエにもびっくりの商法でしょ。結構売れてるゲームやと思うのになぜまた回収しようとしているのか。楽しんでるゲームでこういうのされると萎えちゃいますよね。ユーザーの方々には同情してしまいます。でさすがに荒れすぎた結果、タルコフ公式が前回最上位版を買った人にアップグレードを提供することが発表されました。内容としてはこんな感じで、ある程度今回のエディションから受け継いだ特典を持ってきてはいるものの、問題の PVE については6ヶ月間のアクセス権という感じで、まあないよりマシやろお前らっていうスタンスやね。こんな感じで現在も荒れてしまっているタルコさん、ここからどうなるんでしょうか、というか正式リリースはいつになるんでしょうか。雲行きが怪しい状況で、現在グレーゾーンウォーフェアというタルコフの精神を受け継いだかのような新作がアリアクセスが開始するっていうのもあるんで、そっちにユーザーを取られないように固く運営していってほしいところです。スクエニが送るキングダムハーツ新作が2025年に発売されるかもしれません。皆さんはスクエニのゲームといえば何を思い浮かべるでしょうか。まあパッと出てくるのは FF ドラクエですかね。あとは人によってはニーヤとかドラゴンドラグーンとかなんかな。でも一つ忘れてるでしょ、そうキングダムハーツです。最近は皆さん全部プレイしてますか。私は無理でした。初代や PS2 にて出て、そっからマルチ展開しまくった経過収集つかず、キングダムハーツ3が出る前にこれまでの作品のセットを2回に分けて発売すると、もうとにかくいろんなところに派生しまくったキングダムハーツ。私はねキングハー初代と2、あと PSP でバースバイスリープ、 DS で358 Days Over 2っていうやつやったことしかないからさ、キングハー3やった時、まあキャラクター分かってんけど細かいところまで分からなくて苦労したのよね。そういうキングダムハーツっていうのはですね、3で一旦終わってるんですよ。ただキングダムハーツ自体が終わったっていうわけではなく、一つの編、まあダークシーカー編っていうのが終わって、次からまたロストマスター編が始まるらしいのよね。私からするとそもそもダークシーカー編っていうくくりでやってたんかいって驚いたんやけど、このキングダムハーツ3が発売された後にキングダムハーツ20周年発表トレーラーっていうものが公開されまして、そこでキングダムハーツ4の映像が流れたんですよね。そちらでは空が出てきまして、クワッドドラムという街の映像流れるんですけど、まあ東京みたいなとこなのよね。でここで戦うんですけど、キングダムハーツってこんなゲームやったっけと言わんばかりに映像が写実的なのよね。運感が皆無なので一瞬キングダムハーツっぽくなかったし、空もなんかよりホスト感出てて違和感あったんやけど、ただあれ以降情報が出ていませんでしたよね。また長期開発かと言われてたところですね、先日情報出てきました。キングダムハーツ4は2025年にリリース予定、関係者が主張。キングダムハーツ4は2025年にリリースされると言われています。このニュースはツイッターのダニエル PRK 経由で伝えられ、ペットレオンプラットフォームを通じてこの主張を公開しましたが、このニュースはすぐにソーシャルプラットフォーム上で広まりました。スクエアニックスが2022年にキングダムハーツ4を発表して以来、全てが比較的沈黙を保っていたため、2025年にリリースされる場合、ゲームの最初の大きなトレーラーが間もなく公開されるようです。キングダムハーツ4として様式化されたキングダムハーツ4の2020年に開始されたと報告されており、スクエアニックスがかなり長い間このプロジェクトに取り組んできたことを意味します。キングダムハーツ3の直接のフォローアップになるようですが、それは経験に基づいた推測です。キングダムハーツ4についてはクワッドタラムを舞台としたロストマスターストーリーのアークのベースプレート
ットであるという報告など、いくつかのくだらない詳細が飛び交っています。マルチバースのプレイスタイルがあり、プレイヤーはいくつかの世界を探索できます。ゲームの展開に合わせてソラはハートレスと対峙し、キャラクターの日常がより深く掘り下げられていることになるということで、どうやら2025年に発売予定やから、ソロぼっちトレーラー公開されると。で、開発自体は2020年に開始されてたんですよってことなんですけど、まあね、あのトレーラー公開されたのに2022年やから結構リアルっすよね。映像出す時ってピンキリではあるらしいんやけど、 1,2 年開発した段階で出すことが基本多いらしいです。これがほんまなら発表されるの今年っていう感じになると思うんで、そうなると今年のゲームズカムか東京ゲームショーとかなんですかね。東京ゲームショーはないか、あるとしたらゲームズカムっぽいね。あるいは5月中にやるとか噂されているプレイステーションショーケース。こっからゲームの発表会ってかなりの数あるんで、どこかしらで発表される気はするね。まあ嬉しいんやけどさ、金ハンってもう俺話全然わからなくて、キャラも多くなっちゃってストーリーもいっぱいあるからわかんねえのよな。だから4はもう過去作あんま関係ないというか、まあ関係しないと深い作にならん段階になっちゃってんねんけど、新規ユーザーもプレイしやすいように、かつ俺みたいにもう追いつけないっすわみたいなこと言うてるおっさんにも楽しめるようなストーリーにしてほしいな。あと発売までにソシャゲでなんか細かい金ハン出して、そっちでストーリー保管するみたいなマーベルドラマ的な展開やめてくれ。あと映像リアルになってるから、その分最近のディズニー映画からさ、いろいろ引っ張りやすくなってきてると思うんすよ。やからポリコレ映画出すなよ。主にストレンジワールド。はい、ではここでネットの反応をどうぞ。ロストマスター編だっけ、また1からのスタートで新規も入りやすそうだな。スターウォーズのエピソード4から6が取り入れられるって噂だけど、プーとか美女と野獣とかの他の実写も取り込んだら面白そう。またごちゃごちゃ外伝作って全部追わないと4の内容理解できないとかやめてくれよな。マーベルのキャラ出てくるならやる、ローズが出てきたら買わない、という感じで、最近のディズニーの状況から鑑みて登場キャラクター気になるよね。現在ディズニーってマーベルとスターウォーズもいてますから、マーベルならウルバリン、デッドプール、アイアンマン、あとはキャプテンアメリカとかブラパンとか出てきたりしたら熱いよな。キンハーらしくないリアルな映像には今なってるから、ありえるとは思うんすよね。でもコメントにもあったように、ローズとか実写版の美女の野獣、まあドラマのやつやったから、あれ出てくるんやったら買うとか買わないじゃなくて、めっちゃ議論は巻き起こりそう。これはこれで気になるけどね。皆さん的にどう思われるかコメントよろしく。ハンターハンターの格ゲーの映像が公開されましたが、ちょっと心配です。はい、こちら個人的にめっちゃ気になってるやつなんですよね。もともとは1月16、17日に開催されたイベントにて発表されたハンターハンターの対戦ゲームか、そのゲームの実際のプレイ映像がですね、つい先日出まして、公開された時と同じく心配の気持ちが強いんです。まあ先にちょっと紹介しますと、開発はエイティングでして、これまでの作品としてはアルティメットマーベル vs カプコン3やブリーチ、ヒートザソウルなどなど、対戦ゲームを主に開発してきた経歴のある会社でございます。そういったところが作ってるから大丈夫かなと思われるところなんですけれども、実際まあちょっと絶妙やんねんな。ハンターハンターがさ、コンシューマー関係で今ゲーム化されるってのはめっちゃ嬉しいのよ。私キャベツとハンターハンターの出会いも十数年前ですかね、実家のテレビでアニマックスが見れたんで、そこで旧ハンターハンターを見てどっぷりハマったんすよ。ハンター試験の後半からどんより雰囲気落ちていって、天空闘技場で年習得する流れで最高にワクワクして、ヨーク新編のあのドス黒い雰囲気ときたら今見ても最高にクールじゃん。グリードアイランドからデジタルになったおかげで、ヨーク新ほどの没入感なかったけどもうおもろかったし、そっから漫画でキメラアント、新アニメではまあキメラアントもやってたし、選挙編もやってましたよ。そんな作品が満を持してゲーム化と、こりゃ期待せざるを得ないでしょう。一応言っとくと、ハンターハンターのゲーム化自体は何も今回は初めてではなくて、最初はワンダースワン、ゲームボーイから最新では PSP のワンダーアドベンチャーとかね、まあいろいろやってるのはやってるんですけど、コンシューマー関係は最近出てませんでした。いやから発表された時非常に嬉しかったんですけど、ちょっとした映像を見るとおおってなったのよね。でその中ですね、新たな映像が先日出たんですけど、これまた困ったな反応に。とりあえずまあ見てよ。誰も仕掛けもございません。予知し、君は踊り狂うと死ぬ。流れが傾きかねない。
プレイヤー1の勝ちです。どうですか？感想としてはモーションがなんかカクカクすぎるって違和感感じる。トゥーン調で漫画原作の格ゲーやからさ、まあ、最近で言ったドラゴンボールとかも格ゲーあってカクカク動くんやけど、それと比べるとそもそもがなんかちょっとクオリティ低いかな。あと前の映像でもそうだったんですけど、ネテロが格下にボコボコにされてるのが面白すぎる。あとね、そもそもでなんですけど、私キメラアント編以外は旧アニメしか見てないんですよ。だから声優さんに違和感感じちゃうとこあるのよね。新アニメしか見てない人からすると旧アニメってめっちゃ違和感あるらしいんやけど、逆もしかりなのよ。ゴンはまああんま感じやんけど、クラピカとキルは一番慣れないのはヒソか。そうは言ってもゴンさんとかがさ、じゃんけんグーぶっ放したり百式カノンぶっ放せるからやってみたくはあるよね。キャラがどれくらい出てくるのかで買うか買わないかは決めたいところです。ではここでネットの反応をどうぞ。いろいろ気になるところはあるけど、ハンターハンターのゲームが出てくるだけで嬉しい。これくらいのライトな作りのゲームもあっていいよねと思いつつ、それなりに大きな IP でこれをやるのはダメなのではという思いも交錯する複雑味。これ2024年の作品になるの？10年以上前に発売されたナルトの格ゲーよりもクオリティ低いというか、それを思い起こさせるレベルってどうなの？ハンターってもう読者層は30代から40代がメインだろうし、これはあまり売れないのでは。ハンターハンターが大好きでした。ゲームが出ると嬉しいですね。しかしこれには開発にもう少し時間が必要であることは間違いありません。オーディオと動作は現代の世代には満足いくものではなく適合していません。例えば20ドルでこの方法でリリースされるとしても、それは別のことです。これは完成したゲームの本のようにはいけません。という感じで期待と不安は混じり合っておりますね。ハンターハンター自体新アニメはやったけど、ユーザー層はやっぱり高めやから爆売れするような感じではないと思いますが、個人的にはチェックしていこうとは思っております。ソニーがまた謎の特許を取得、 PS6 に搭載されるかもしれません。皆さんはゲームをプレイしている時に他プレイヤーから嫌がらせを受けたことはあるでしょうか？私はねあんまないんやけど、なぜかっつうとそもそもオンラインゲーム PVP をやらないので、そういう嫌がらせっていうのはないんですけど、最近のシューター系とかさ、そういう PVP やってたら日常茶飯事なんかなとは思います。ゲームタイトルにもよるかもしれないですけど、ゲームで本気になってると罵詈雑言飛び交って動物園みたいになることやっぱあんじゃん。それで心がすさんで傷つく人もいるでしょう。そんなことを防ぐためにソニーさん、我らがソニーさんが動きました。ソニー感情を読み取ることでゲーム内の嫌がらせを防ぐ特許を取得。ソニーが最近公開した特許では AI を使用してゲーム内の嫌がらせを自動検出することが求められています。法的文書はプレイヤーの生体認証データを使用してプレイヤーが嫌がらせを受けているかどうかを検出します。犯人よりも先に被害者を発見できれば手動で報告する必要がなくなります。ということで、ちょっと新しすぎる特許出てきました。なんか先日はね、 AI によってオートプレイを可能にする特許取ってて、次は AI を使って嫌がらせ自動検出と、どんどんなんか AI 関係の特許取られてますね。これらがポンポンと出てきてるってことは PS6 に搭載されるんかな。だから PS6 の目玉機能は AI になりそうですね。でまあこの特許どういう風に嫌がらせを検出するのかと言いますと、ソニーはプレイヤーが心拍数の上昇やその他の同様の感情の変化によって嫌がらせを受けていることを検出できる可能性があります。発行者はその情報を使用して被害者に手動の手順を踏ませることなく適切な処置を講じ、問題を鎮めることができますという感じらしいです。なんかどうやらね、特許の画像見たらわかるんやけど、コントローラーとヘッドセットでその心拍数測ってたりする。ちょっと懸念点あるんやけど、コントローラーの値段クソ高なれへん。これスマートウォッチとかもさ、心拍機能ついてるやつ高かったりするからさ、今でさえコントローラー1万円くらいすんのに、これつけて5000円値上げして1万6800円とかなったらちょっとだるくね。てかそもそもこの機能いるか。ただソニーはゲーム内でのネットいじめを鎮める計画とかも発表したりしてるらしいんで、こういうのはまあ実装されるんじゃねえかな。今や ESG スコアとかもあるからね、こういうのでアピールしていってるのかもしれません。ではここでネットの反応をどうぞ。絶対5人中5番被害者が増える。すごいシステムに見えるかもしれないけど、後に欠陥だらけと気づきそう。実際は嫌われ者検出システムなんだろうな。システムが動作する相手をリスト化してそいつとマッチングしにくくさせるとか、そんなんじゃないと使い物にならんやろ。仕事しない社員に注意したらハラスメント判定される今日この頃、協力型ゲームが弱者接待ゲーと加算か。スマートウォッチとかで脈の変動が取得できるならコントローラーでもできるってことか。いいんじゃないの。という感じで5人中5番が心配されてますね。それはちょっと心配かも。心拍数なんて上がる要因いくらでもあるからさ、例えばめっちゃ好きな女の子とプレイしてってドキドキしまくった結果脈拍上がったら
AI が、うん、ピピピピピ、こいつはダメなやつですってなって、女の子バンして嫌われるとか起こりそうじゃない？まあとにかくどうなるかわかりませんけど、 PS6 でそれが出るならいろいろ検証したいです。新型スイッチのリークがまた来ました。はい、またもやスイッチのリークが来ました。2017年3月3日に世に出てからというものの、瞬く間に売り上げていき、現時点で1億2000万台以上売り上げる化け物ゲーム機。今年で発売から6年を迎え、その間に PS5 や XBOX などの高スペックハードが登場したものの、スイッチの売り上げは落ちることなく奮闘してきましたが、最近はやっぱりスペック不足だとね、もうそれは顕著に出てきましたけど、それでもまだ公式から情報出ないのでどうなってんだっていうところで情報出てまいりました。はい、それがこちら。 Nintendo Switch 2 Dock は 4K 解像度をサポートします。新しいジョイコンには追加のボタンが搭載されます。新しいレポートによると、 Nintendo Switch 2は現在のドックから外観に小さな変更が加えられるが、内部にはいくつかの重要な改良が加えられる予定だという。 Nintendo の未発表の新型ゲーム機に関する新情報を明らかにしたとされる投稿を Facebook でシェアした後、中国メーカーのモバパッドは公式ウェブサイトで同ゲーム機に関する追加情報を明らかにする新しいレポートを共有した。メーカーによると、 Nintendo Switch 2 ドックの外観は現在のドックとそれほど変わりませんが、内部ではパフォーマンスが向上し、 4K 解像度をサポートする予定です。システムが NVIDIA DLSS をサポートしていると考えられることを考えると、それほど驚くべきことではありません。モバパッドの新しい Nintendo Switch 2では、新しいジョイコンコントローラーに関する追加情報も明らかになりました。新しいコントローラーには金属製の SL ボタンと SR ボタン、コントローラーの左側と右側にいくつかの新しいボタン、およびホームボタンの下に新しい機能ボタンが配置されています。このボタンが実際に何を制御するかは定義されていません。という感じで、 4K 対応のコントローラーに金属製の SR、SL、ホーム下に新しいボタンが追加されるということで、誰でも想像し得る情報出てきましたね。リークするならもっとおもろいの来いよ。まあでもちょっと見ると 4K はさ、まあ当たり前に求められるところにはなっちゃってるよね。あとはスペックが結局どうなんのかっていうのは気になるところですね。最近では100au でのスイッチ版だけがロード時間長すぎたみたいな感じでスペック不足っていうのも言われてたりするし、そういうとこ上げていくんやろうなとは思うけど、結局価格もね、高なったらキッズたちが手が届きにくくなるからね、どうなることやら。ではコメントをどうぞ。スイッチ 720p でも処理落ちするのに、控えめな進化で 4K 表示ってまたバットマンの 0fps 再来させんのか。変なセンサーつけるよりボタン追加した方が正確でシンプルな気がする。次世代スイッチは値段が怖い。今米国でスイッチが300ドルを切っているが、次世代機は値上げで350ドルからと言われていて、350ドル ×158 年イコール 55,300円はかなり高い。現行機だって円安でも価格を維持しているが、本来は300ドル ×158 円は 47,400 円くらいで売られていてもおかしくない。新型スイッチも PS5 Pro も値段が怖いな。マジでいくらくらいになるんだろう。という感じでやっぱり値段気にされてますね。値段は現行のスイッチみたいに3万4万無理でしょうから、5万3000円とかが妥当なんじゃないでしょうか。お子さんがいる家庭からするとだいぶ痛手やね。それに加え転売屋も出てくるでしょうから、入手できるのはしばらく後になりそう。皆さん的にどう思われるかコメントよろしく。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画の中で一番私気になってるの金派なんやけど、金派ってほんまに次どうするんかな。ナンバリングで出してるってことは、これまでの続編みたいな感じやろうから、これ新旧ユーザーって入れるんすかね。私ももうほぼ新旧ユーザーみたいな気持ちやから、4からやってめちゃくちゃ前の話とか出てくるんやったらわからんくなるしね。視聴者の中にキングダムハーツ全部やっててめちゃくちゃストーリー覚えてますっていう人いてるなら、もうめっちゃ簡単にまとめてくれへん。最近のスクエニさんのゲーム自体のクオリティは結構上がってきてはいるので、キングダムハーツ4も期待ではあります。アイアンマン、ウルバリン、デッドプールとかその辺出してくれたら嬉しいね。皆さん的にどう思いますか。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。子供の頃からゲームを愛してるゲーマー、女性蔑視と女性軽視、それより打ちたい皇帝ペンギン、午前0時みんな分かってた、それでも避けてた尿路結石のようにじくりと痛む、高青年金の支配のように蝕む心、やるしかないな。ツイッターで平等生成慈悲ワンポリコレ推進、そこにやられた緑のクソ頭フェミニストとアニタポリコレツイフェミ、全部まとめてそれらを追撃、結果生まれたチャンネル登録だからこそ、ここに有名なアビーに恋してる。